いや、いけるか。まああれは一種の張り抜けのバグですね。詳しいことはめんどくさいんで省きます。ということで本編入っていこうか。どうもハリキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、トロールレベルセットインやゴーストハウスということで、お化け屋敷の騙しコースということでしょうか。でこの制作者さんね、確かバグありきのトロール制作者だったような気がするんですよ。その証拠に説明文見て、 I have made my final トロールレベルって書いてるでしょ。だからこれが最後のトロールコースだよと、そう言いたいんだよこの制作者さんは。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.47%。いや悲しいね、優秀なトロール制作者さんがもういなくなるなんて。ファイナルトロールコースっていうのを見ただけで、僕はどんだけ胸に痛みが走るかみんなに分かんないでしょ。で今キノコ様落ちていきましたけど、このブロックはなんだ。ゲイ枠キノコ様、ちゃんと悲しいっていうことを英語で言わなきゃ伝わんないと思う。だから英語で言わして、アイサットメイクトロールコースユアファインド。絶対伝わんねえよ。タンマタンマ、ここどうやって行ったっけ。メイクサットなんちゃらかんちゃらとか言ってたらわけわかんねえんだけど、こう右ダッシュしてみる。あ、じゃあチョビちゃんか、ここでチョビちゃんすればいいの。いやここの言い方マジわからんばい。砲台に乗った瞬間ジャンプしてみようか。それでいけない。あはは、これでいけるのか。めっちゃ簡単な方法じゃねえか。さあ次は派手なブロックがあるけど、魚かなんか出てくるんじゃない。だから一旦地球を落としておいて、派手なブロック叩いてすぐ右。あっあっ、バカだ。ハテナ叩く、ちょっと右に行ってこのパワーブロックを持つ。そうして花を倒して右に行けばいいのかな。バブルが邪魔してますけど、このコインは何なんだい。特に何もない。じゃあこのバブルの隙を見て一旦右に行こうか。あっつ、裏にバーを隠してるとか小賢しい真似しやがって。絶対バブルにはもう引っかかんねえかんね。さあここでジャンプしてこのバブルを避けていく。これでどうだ。あっちだ。じゃあどうすりゃいいのよ。クパクラに乗った瞬間すぐ上にジャンプか。それで行ってみようか。ガー、ジャンプ以外に方法がわかんねえぞ。いけ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 。さあ次の場面はもう難しいんだって。このコース頼むよ。え、何か出てくるって言って、ここに隠れておけばいい。だらしゃー。一旦上行ってそっから左ジャンプか。あはこれでいいんだ。なるほどなるほど。さあ右下に行こうか。そしてあのオンオフをすればいいのかな。オンオフをした瞬間パワーブロックを持つ。それで大丈夫だ。助けてよみんな。仕掛けが多くないかこのコース。じゃあバーブロック発動したらすぐ左に行けっていうことだったんじゃない。この土管何が出てくるかもしんねえ。一旦上がっておこうか。さあかだーシューデーベベわざわざ魚も出してやったぜ。魚ごときが俺の邪魔をするね。さあ下に行こうか。下キノコって書いてるもんね。あれキノコなんじゃない、これ繋がってるってことはさ。やっぱり。じゃあこのキノコを取って上のリフトに進んでいこうか。でこの雲のリフト上行っていい、大丈夫、左は何もない。ピンポンって言われたね。こっちの土管は入れないみたい。上は、上どっち行こう。すげえけど中間ポイントあるよ。あの中間取っていい。うわすげえ荒っぽい。下行ってみる。いや先に中間だ。やった。え、中間取れたの。え、上は行けない、左も行けないな。ってことはここでやられたらなんか変わってるんかな。さあやられてきましたピオキング。ここから一体何が起こるのか。下に行くことができましたね。そしてハテナブロックを叩けっていうことかい。下だー、叩けんだー。ハテナブロックを叩くことは間違ってない。でも犬が来ると思うからこの場所で待っておこうか。そしたら犬が回避できるんじゃない。オーケーオーケー。そこで一生閉じこもってる犬よ。お前は繋がれたままでいいんで。さあパワーブロックを持って僕は何もしないよ。いや違うんだって。パンを持った瞬間すぐ上に逃げてみようか。そしてブラパ2体倒しますからの右のブロックのところ行けば開きますみたいな。よしよしよし。まあ全然予想の範囲外だね。そして上に行ってブラパンがいるな。あのブラパン何かしてくるんじゃないの。あ、パン持ったよ。いや全然ありなんじゃない、このパンで倒しますみたいな。よしよしよし。え、上隠しブロックあんの。あ、なんか2個しかないな。ちょっと登ってってみる。この上に行って、そして下にはキノコが見えてる。で地下ブロックも見えてんな。ここに乗りますみたいな。うわ全然読めてる。もうこんなの余裕すぎでしょ。ハロー、どうも
もこんにちは。誰が想像するよ、あんなところにちくわが出てくるなんてさ。やっぱ爆製作者ってとんでもねえもん作るもんなんだな。じゃあここはあのちくわが通り過ぎた後にこのちくわで土管に入っていこうか。さあ次はどんなバグが来るんだい。めちゃめちゃ楽しみにしてるよ。なんか見た目は普通っぽいんだけど、キノコが出てきた。あのキノコ実はキノコじゃないみたいな、そんなバグあるかな。じゃあこれは普通にキノコなんだね。そしてこれはキ…もう察したわ。もうね、トロールコースにおいてカエルはまずいやつなんだ。絶対に引っかかった床しかして、ね、これ右側でしょだって。じゃあ左は左に行けばいいのかい。頼む、こっちが正解の穴であってお願いします。神様、神はいないのか。右の扉はチビ状態じゃいけないよな。だからこのキノコを取る必要があると思う。オッケーオッケー、さあ行こうじゃないか。マリー、キノコを取ってレッツゴー。この先には何があるんだい。またバグがバグに散らかしてるのかい。50コインやるな。50コイン。ようやく君もここまでたどり着いてきたみたいだね。でも僕の足元に全く及ばないさ。どこぐらいかって、肘ぐらいさ。え、取っていいの、この中間ポイント僕を裏切れない。よっしゃ。もうやられていいもんで、ね、何が来てもいいもんで、ね、このチャラップ踏んでいいの。いいよいいよ、全然いい。なんたって僕は中間取ってるもんね。中間取ったからってテンション上がり気味な、うざくない。それ僕です。あ、このチャラップの裏は雲が隠されてたのね。じゃあどこに行けばいいんですか。右上に行けばいいっていう話ですか。このハテナブロックはコインか。中身をコロコロ変えてんじゃねー。ごめん、ちょっと用途見ていい。ここ行き方がマジで分かんないんだよな。この場所に行ったら砲台が降ってくる、でパウが降って、これでよかったのか。はいはい、難しく考えすぎてたな。さて次の場所に無事に行けることができました。でこのリュートンなんて僕は何もしないよ。このガボンは、襲ってくれた襲ってくれた。逃げることは間違ってないと思う。ただドクロリフトに乗るのが遅れただけさ。俺を連れてけ。どこにだよ。この敵をこっちまで連れてくるんじゃないの。だから左下に隠れておこうか。ここで大丈夫みたいな。そしてリフトに乗ればいいのね。オーケーオーケーオーケー。そしてこのドクロリフトに乗っていけと、そういうことなんだね。ピー、このドクロリフトに乗って早めのジャンプ早めのジャンプ。Bスイッチ踏んだ。やるんだよ。見ればわかんだよ。まあ今のはね、Bスイッチ踏んでおかないといけないみたいな。オーケーオーケー、さあ行こうじゃないか。このまんまで、このパン、もうね、語彙力がないとでも何とでも言うがいいぜ。僕以外の人間がやっても絶対にこうなってしまうんだからね。このパンを持ってよかったのかい。この場所で何もしないでいいんだよ。そしたらブロックが勝手にコインに変わってくれるからさ。そんで右上に行けるようになるみたいな。いや、なってないな。あれ、あ、このバネを持っていけってこと。多分ね、このバネを持っていけばいいと思うんだけど、難しくないこれ。え、いや、あの隙間入るのむつけって。こんなところでそんなテクニック求めてくる、めちゃめちゃ難しいよ今の。そしてこのバネを持って音符の上に置けば先に進めるみたいな。このバネ持っていこうか、多分必要になってくると思うんだよね。でバネを向こう側に置いておけばいいのかな。そしてこのままツタン登ってって上、ハテナブロックが見えるで。なんだこれは、教員か。じゃあもう向こう側に置かないと思いきや、この辺に置いておく。この辺だったら回収できる範囲でおるんじゃない。絶対そうだよな。雲邪魔すんなよ。オーケーオーケー。で一旦下に行く。そしてここでバネを回収して先に進めばいけるみたいな。絶対そうだよ。どうなるんだ。あ、これじゃない。ここでバネが必要になるみたいな。これさ、こっから右ダッシュして乗れないかな。あ、乗れる乗れる。あんな簡単に乗ることができるんだ。まあ初めから言ってくれよな。この行き方が分かった時点で僕はめちゃめちゃ楽ですよ。さあこのちくわブロックを落として一旦バネ投げてみようか。多分それでこのブロック開くと思うんだよね。オッケーオッケー。うわ、下すげえ気になる。この扉絶対罠っぽいもんだ。でもこの扉行ってみようか。どうなるんだ。この扉で開く。やばいすぎる。めちゃめちゃナイスすぎでしょ、あの砲台さ。じゃあこのリフトに乗っていこうか。何もしないよ僕は。なんだあいつ。この右下も右下ですげえ気になんない。なんかあるっぽ
いんだよな。この氷を溶かしてこっから右ダッシュしろってこと？無理じゃん。リフトの場所のくぼみが怪しい。このくぼみの中に隠れておこうか。そして砲台の上に乗って先に進めるみたいな。オッケーオッケー。そしてトゲソーと四角のブロックとハテナブロック。うわ、どっから叩く？こっから叩こうか。ただのコインか。待て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 、今のはうまい具合に回避できたんじゃない？このトゲゾウを。そしてこれは右に投げるか左に投げるか。左っぽいな。生き返る前に一旦投げておこうか。そしてもう一回投げるみたいな。うますぎる。え、なに？覚醒しちゃってる、覚醒しちゃ。もうこのままずっと覚醒したままゴールまでしてくれ。さあオンオフをして、ここは左下に、いや、まだ間に合うよ。ここになければいいだけの話なんだ。頼む、隠しブロックを投げてくれ。あー、なら、ここはオンオフをして左に行けと、そういうことだ。これでブラパが回避できたね。そんでここオンオフする必要はない。そして扉に入ればもうゴールがあるんでねえの。右はエンド、左は CP1。 うわ、どっちか。こういうのやめてくれよな。もう CP1 に行くに決まってんじゃねえか。頼む、ブブーって言われたけど。そしてオッケーファイン、こっちはゴールですみたいなことを期待してるけど、本当に CP1 が見えんじゃねえか。頼む、 CP1 じゃないよね。お願い、そのチェックポイント切らないで。いや大丈夫、チェックポイント1取ったと見せかけてこっちがゴールなんだ。ノーガッツ、違いますよみたいな。あなたは根性がないですよって言いたいのか。いや、僕は根性の塊しかないで、だから早くゴールをください。お願いします神様、僕はまだ可能性捨ててないからね。これいけないぞ。やっぱりバーが見えてんもんな。いけないよな、やっぱり。この先には何があるの？実はこっちがゴールですっていうことはないの？死に耐久みたいな感じしてますけど。この死に耐久しろってこと？いや、死に耐久名人を舐めるな。5回だ、5回で言ってやるよ。1、見たか、これが知りたい救命人だ。で、一つ気になったんだけど、ここ右側行ったらどうなるんかな。ちょっとそれだけ見てっていい？多分こっちゴールさせてくれないと思うんだよな。あ、やっぱりね、素直にゴールさせてくれねえよな。ってことはこっちは強制的に左側に戻すってことか。ってことはさっきの場所に戻れば簡単にクリアできるってことだよね。ならさっきの場所に戻ろうぜ。はい、ここですね。ここでガリガリを上に避けれませんでした。すげえボミス。しっかりと覚えてますよ僕は。確かここでボム兵を待っておけばゴールさせてくれるんだよな。いや、もう何も来るなよ。絶対に何も来るなよ。ただ降ろさせてくれればいいんだ。やったー。いや、すごく鬼畜でしたねこのコース。ただその分作り込みも半端なかったね。すごく楽しいコース、ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、バグってしまった全自動コースということで、なんとこの制作者さんね、めちゃくちゃ面白いトロールコースを作る人なんですよ。ということは何かしらのバグがありきの全自動なんかもしれないね。そんなん見たことないからめっちゃ楽しみじゃない？それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 49.93%。 まあ正直ね、1年以上前のコースだからバグを使ってないんじゃないかなと思うんですけどね。さあ、ゴール条件はコインを40枚以上取ってからゴール。まあ、バグがあったら1年以上も残ってないような気がするんだよな。まあ、僕ね、今もうコントローラー置いてるんだけど、これバグ使ってんのかな。いや、どうなんだろう。いや、それよりさ、もう頭がバグっちゃいそう。まあ、何が起きてるか分かんねえままゴールしちゃったよ。全然何が起こったか分かんない。ちょっともう一回見てっていい？これさ、こんなに画面にいろいろ敷き詰めて全自動を作るのってめちゃめちゃすごくない？相当大変だったと思うよ。もしさ、この中で本当にバグ使っても任天堂さんこん中から見つけるのめちゃめちゃ難しいんじゃない？いや、これは頭がバグるコースだね。どこにバグを使ったとか分かんないんだけど、頭がバグってしまった全自動コースっていうことにしとこっか。素晴らしいコースありがとうございました。そしてご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。